さあ、今度は2種目目をご覧いただきましょう。男子トップの水島です。男子の跳馬は一本勝負、1回しか演技が許されません。それをビデオテープでご紹介します。前編前中から半分ひねりました、ね、そうですね、はい、2分の1ひねりです。いわゆるダブルハーフ、はい、これが 9.40 という得点でした。もう一回ご覧いただきます。これしんどくなってますね。ですからこれはクエルボと言ってもいいし、前方宙返り2分の1ひねりとも言ってもいいと思いますね。2種目目の跳馬 9.40、 1種目目釣り輪も 9.40。 これで2種目終わりまして、今手元の集計ですが、水島が 75.90、 そして2位の大和銀行の近藤が 74.85、 その差が 1.05差ということは、昨日の規定よりもさらに広がりました。そして3位が河合楽器の早瀬、4位に寺尾直行、そして